おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。今日はこのマイクロビットを搭載したマクイーンとスクラッチの連携で、ここのメニューのようになっているこの超音波センサーを使って回避するというプログラムに入っていきたいと思います。前回は10センチ以下になると止まるとしていましたが、今回はまあそれを障害物を回避する動きをしていこうと思います。以前の動画でですね、マイクロビットでプログラムを作っているので、それを参考にして同じものをスクラッチで作るというところから始めると時間がかかるので、その動画を、見ていただきながら、見ていただいたということを前提に、見ていただいてない方はこれから見ていただければいいんですが、それと同じような形のものをスクラッチ上で作っていこうというふうにしています。で、スクラッチとマイクロビットとマクイーンの連携したプログラムっていうのはまだウェブ上で公開できない、ね、開発中っていうふうになっちゃってるので、私の方でこのプロクラというサイトを使って、動画を撮ったプログラムを配信しています。昨日はこの停止するっていうプログラムをやったんですが、今日はこの回避というプログラムの1をダウンロードしていただいて、それを、デスクトップだったりダウンロードだったりそれぞれ、コンピューターにダウンロードしてください。で、ダウンロードが終わるとですね、もう一度このプロプラに戻ってもらって、このプログラム画面へ Go というリンクからこのスクラッチと連携したページですね、ここに来てください。で、このここが開発中なので、今ダウンロードしたプログラムを読み込んでもらいます。どこにダウンロードしたかっていうのは人によって違うと思うんですが、私はデスクトップにダウンロードしたのでここで開きます。ですると今日説明するプログラムはこれです。で、このようになっています。で、マイクロビットの時はですね、2桁で距離を表示してたんですが、スクラッチではそれがちょっとできません。その代わりにですね、小さくて見えるかどうかわかるんですけど、ここの後で実際に動かした時は光ると思うんですけど、前に2つの赤い LED がついています。これを動かすようにしたいなと思ってます。で、この距離が10センチより小さくなったときは消えます。で、バックするというプログラムにしてます。と旋回しながらバックする。で、そうでなければ、LED をつけながら、少し右側の、ごめんなさい、左側のモーターを少し大きめに回しながら、若干ちょっとカーブを切ったような動きで走らせています。こういうふうなループになっています。では、早速動かしたいと思います。はい。マイクロビットを搭載したマクイーンの電源を入れてフィールドに置いています。で、このプログラムですね、画面上にあるプログラムを、まずマイクロビットと接続しないといけません。今ここのブロックをクリックすると、このブロックのトップが出てきて、ここがもう緑チェックになっていれば接続が完了してるんですが、これまだ皆さんチェックができてないと思うので、これで接続してください。ここまで来るのには少し準備が必要で、ここの手順がわからないってなると少し結構時間かかるんですね。その実際スクラッチと連携させる手順はこちらの動画を見ていただければまとめてありますので、こちらの動画をフォローして、このヘルプですね、ここに書いてある手順を踏んで、なんとかここまでたどり着いてください。でたどり着くとですね、こちら側がマイクロビットがスタンバイされてると接続状態になるので、これで接続すると。で、接続されたらエディターに戻っていただくと、ここが緑チェックになっていると。で、この状態でこれを押すと走り出します。はい。
では画面を切り替えて見てみましょう。はい、ではマイクロビット、スクラッチの旗のボタンを押します。で、これで受信して動き出します。で、赤のランプがついているときは、10センチ以上の距離だというときです。で、消えると10センチ以下になったということです。と、スクラッチと連携した形でプログラムを動かすと、このような動きになります。このモーターのパラメーター自体はですね、と同じ値を使っているんですが、かなりマイクロビットで、実際に動作させた時の動きとかなり違う動きをするんですね。で、このあたりは多分通信ですね、無線通信を経由しているために次の指令を出すのが遅いんですよね。止まれって言ってから止まるまでの間に無線通信をしているので、その分少し違う動きをしているんじゃないかなと思います。ただなんか独特の動きでですね、マイクロビットで動かしたときは壁に当たって、もうニッチもサッチもいかなかったんですが、今回の場合はかなり後ろにバックしてですね、なんかこう障害物を避けてなんか怖がって真ん中ぐらいまで戻るので、なかなかこう行き詰まって止まるっていう動作にはならない。ずっと走り続けてくれてるので、これで完成しましたみたいな形になりそうなんですが、まあうまく動いているというふうになっています。はい、スクラッチと連携して、まあ、距離が10センチ以下になると回避するというプログラムで動かしてみました。と、まあ、感知して割と長くバックして、でまた動き出して感知してバックしてということで、なんかこう十文字を描くような形でぶつかっては戻って90度反転してみたいな感じの動きでですね、ずっと動いているというのが確認できました。マイクロビットの場合はですね、壁に激突してそのまま動かないっていうことでだいぶ悩まされたんですが、スクラッチの場合はまあこれでできているって言ってしまえばできているのかもしれません。まあ、ただ、一応マイクロビットでやったことと同じようにプログラム開発続けていきたいと思うので、まあ、今日はうまくバックで回避しながら、まあ、ずっと走り続ける状態になりました。まあ、マイクロビットはここに来るまで 2,3 回取ったんですが、まあ、そこは一挙に正解したところまで来た。で、次は押してもダメなら引いてみなということで、こう壁を感知してですね、たまに違う動きをするというプログラムを次回はやりたいと思います。はい、今日もご清聴ありがとうございました。このチャンネルではこのマイクロビットとかですね、それからマクイーンの説明動画を毎朝6時にアップしてます。よかったらですね、ぜひチャンネル登録していただいて毎朝見ていただければと思います。ご清聴ありがとうございました。